さあ、旬を丸ごといただきレシピのコーナーです。今日も料理研究家の西ひろみさんに教えていただきます。こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。さあ、今日ご紹介いただくお料理ですけれども、はい、こちらです。はい、牛肉と長芋の甘辛炒め。そう、牛肉もパワーをくれますし、長芋もやっぱりなんかこうスタミナ野菜というイメージがありますけれども、はい、どちらも元気にしてくれる、うん、まあ、寒い時ね、やっぱりもりもり食べて、はい、冬を越したいですものね。長芋今旬ですか？そうです ね、秋の食材ですけれども、うん、この長芋とそれから牛肉を甘辛く炒めて、うん、さらにあのよく味噌汁に入ってる刻みネギですけれども、はい、今日は炒め物に使いたいと思います。こんな使い方もできるんですね。ちょっとニンニクの芽みたいなね。そんな感じもね。そうですね。ご飯が進む一品です、うん。では材料をご紹介していきましょう。4人分です。牛の細切れ 200g、地酒大さじ1、濃い口醤油大さじ1、長芋 200g、青ネギ10本、ごま油大さじ1、そして地酒、砂糖、濃い口醤油それぞれ大さじ1ご用意ください。はい、それではお願いします。はい、作っていきます。今日は牛肉細切れを使いますが、ここポイントですね。牛肉あらかじめ下味をつけておきましょう。濃い口醤油と地酒大さじ1杯ずつをまぶしてよく揉み込んでおきます。家庭で野菜炒めなど作る時もね、お肉に先に下味つけておくと仕上がりが美味しくできますね。お肉の部位はどんなところを使うのがいいですか？今日細切れなので、あの手が出しやすいというか、あの使いやすい部位ですね。お財布とも相談しますね。勇気がありますからね。使いやすい部位を、はい、使ってます。豚肉でももちろん美味しくできると思いますよ。はい、それから長芋、今日は、ね、輪切りにして皮を剥いた後輪切りにしますけれども、短冊切りよりもちょっと食べ応えがあって、はい、食感も楽しいかなと思います。うんうん、5ミリ程度の厚さに切ってください。はい、そしてネギがこんなにたっぷり入ります。はい、10本分ね、5センチ幅に切っておきましょう。はい、さあ、フライパンにごま油、今日はごま油を使いますが、ごま油を熱して、はい、長芋を両面焼いていきます。この程度まで焼き色つけてほしいですね。結構焼き色つけるんですね。そうです、表面のカリカリとあとホクホク感も楽しんでもらえると思います。しっかり焼き色をつけたところでここに牛肉が入ります。揉み込んでやった。そうですそうです。ですね、だから最初に味をつけておくことで美味しく仕上がりますね。長芋は使いますか？長芋、山芋。あの山芋、長芋使うんですね。お好み焼き使う時とかに使うんですけれども、結構あこれだけ残ったけどどうしようって思ってたものが出てきて、変色してることが、あ、切り目、切り口がですよね。どうしようと思うんですけれども、確かに変色しやすいんですけど、まずおろすときに、あの金物、金属でおろすと変色の原因になっちゃうんですよ。なのでプラスチックとか昔の方はほらあのすり鉢ですってますけど、あれがやっぱり正しいですね。あとはちょこっと残った切り目にお酢を少し塗っておくと酸化の防止になって変色を抑えてくれますね。お酢ですね。ほんの少しでいいですよ。わかりました。歯ごたえとね、それからこの粘り気とね、いいですよね。美味しいですよね、長芋ね。ご飯の上にかけたりね、はいはい、さあちょっと色が変わってきましたね。赤みが取れてきたらここに調味料加えます。また地酒登場です。それから砂糖、ちょっと甘辛く仕上げたいので砂糖入ります。あ、ごま油のいい香りがまた変わってきましたね。美味しい香りにどんどんなっていきますね。そして濃い口醤油、これで大さじ1ですね。はい、砂糖大さじ1杯入れます。でやっぱりあの青ネギっていうのが味噌汁に入れるとき小口切りにしたりとか、あとは料理の彩り添えに上に散らしたりっていうことがあると思うんですが、はい、今日はね主役になるぐらいたっぷり入れたいと思います。センチですか？長めですよね。ドバッと最後に入れましょうね。入りましたね。はい、これでしっかりと炒めていただいたら出来上がりです。すごくいい香りがしてきました。これは白いご飯はどんどん進みますよ。合いますね。新米も美味しいですしね。